アトルボロ中心街見る通り、1908年、アトルボロはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の南東部、ブリストル郡の北西部に位置する都市である。市内に多くの宝石加工者がいたので、世界の宝石首都と呼ばれたことがあった。2010年の国勢調査では、人口43,593人だった。アトルボロは、トーントン市の西10マイル。 ロードアイランド州プロビデンス市からは北東20マイル、ホールリバー市から北西28マイル、ボストン市からは南に39マイルにある。1634年、イングランド人開拓者が、現在アトルボロとなっているところに最初に入ってきた。この開拓者たちは痩せた土壌、水運の便宜のないことに遭遇し、貧しい生活に耐えることになった。 彼らは人間の生存には適していないと宣言し、二度と戻ってこないと決断した。それでも1694年にはアトルボロの町としてレホボスから分離、法人化された。その町域は今より広かったが、1747年にロードアイランド州カンバーランド町が分離し、1887年にはノースアトルボロ町が分離した。 町は1914年に市として再度法人化され、綴りも最後の三文字右がなくなった。マサチューセッツ州の多くの町と同様に、イングランドのノンフォークにある町から使命が取られた。植民地時代にインディアントの交渉が続いた間、アトルボロ住人の息子ナサニエル・ウッド・コックが殺され、その頭が父の家の前提にあった柱の上に置かれていた。その父の家は、 現在歴史史跡に指定されている。ジョージ・ワシントンがアトルボロを通り、ウッドコック、ガリソンの家近くハッチ酒場で滞在し、独立戦争の軍人でガリソン邸の新所有者だったイスラエルハッチと靴のバックルを交換したという伝承がある。アトルボロには宝石加工業のエルジーバルフォア社があり、1913年には宝石の加工で知られる町になっていた。 バルフォア社は、その後市から出て行き、その工場後は、リバーフロント公園に転換された。アトルボロは、世界の宝石首都と呼ばれたこともあり、宝石加工会社が創業を続けている。その一つが、ギーヨ兄弟会社であり、1904年に創業した。現在も創業を続けている会社には、ジェネラル・ファインディングズ、MS ・カンパニー、ジェームズ A ・ A. マーフィシー,オー・ c o ガーラン・チェーン、 リーチガーナー、マスターズ・オブ・デザインなどがある。アトル・ボロは、北緯41度56分整形71度18分、北緯41.933度整形71.300度 41.、41.933-71.300に位置しており、アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は27.8平方マイルであり、 このうち陸地26.8平方マイル、水域は1.0平方マイルで、水域率は3.59%である。アトルボロの北は、ノースアトルボロ、東は、マンスフィールドとノートン、南は、レスボス、シーコンク、ロードアイランド州、ポータケット市、西は、ロードアイランド州カンバーランドの各町と接している。市内には、ブリークスコーナー、ドッジビル、イーストジャンクション、 ヘブロンビル、サウスアトルボロと呼ばれる地区がある。バンゲー川のほかいくつかの小川を合わせたテンマイル川が、アトルボロの中心を流れている。マンチェスター池町水池が、週刊高速道路95号線棒にあり、他にも小さな池がいくつかある。アントニー・ローレンス保護地域と、コールマン保護地域の2カ所が、保護地域であり、市の北側には、バンゲー川保存地域もある。 市内最高地点は市の南部オークヒルアベニューの北にある標高249フィートのオークヒルである。アトルボロはプロビデンス大都市圏に入っている。ボストンからも近くボストン大都市圏と結びつきがある。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。アトルボロの教育部には小学校5校、中学校3校、高校1校が入っている。 アトルボロ高校は職業訓練科もある。そのフットボールチームはノースアトルボロ高校と毎年感謝祭の日に対抗試合を行っている。ビショップ・フィーハン高校はカトリック系教学高校であり、1961年に開校し、ホールリバー教区第二支教ダニエル・フランシス・フィーハン支教にちなんで名付けられた。市内には、 ブリストルコミュニティカレッジの衛星分校もあり、以前は、市の旧高校校舎を使っていたが、その後元とテキサスインスツルメンツの後に引っ越した。ブリッジウォーター州立大学が2009年に、アトルボロに分校を開き、ブリストルコミュニティカレッジと施設を共有している。中心街、2009年撮影市内には、博物館が4館ある。アトルボロ美術館、アトルボロ地域産業博物館、 働く、女性博物館、ミュージアム・アット・ザ・ミルの4館である。その他興味ある場所としては、ケプロン・パーク・動物園、lg バル・フォア・リバー・ウォーク、アワー・レディ・オブ・ラ・サレット・シュライン、トリボロ青年劇場、トリボロ音楽劇場、アトルボロコミュニティ劇場、ドッジ・ビル・ミルがある。2011年12月、アトルボロ市は、歴史ある、中心街地域の再活性化を支援するために、 州と連邦の予算540万ドルが確保された。市の中心外災開発と再活性化プロジェクトは、活用されていない工業と商業の資産を、商業、レクリエーション、住宅の混合用途に転換しようというものである。このプロジェクトには、マサチューセッツ湾交通局の通勤鉄道やクレーター、アトルボロトントン地域交通局バス便に、道路改良を加えた。 交通体系の改善も含まれている。この市のプロジェクトは、州のブラウンフィールドサポートチームイニシアティブに選定されてもおり、州内全体の市長における経済開発機会に道を開くために、複雑な問題を解決する州、地方、連邦政府間の協力を奨励するものである。ブラウンフィールドサポートチームの組織に貢献するのは、マサチューセッツ州環境保護部、 マスデベロプメント、住宅、地域社会開発部、マサチューセッツ州交通部がある。アメリカ合衆国会議員、ジム・マクガバンが2011年に、この変革の予算は、アトルボロがその中心街を再形成し、強い街をさらに強くする記念碑的機会を提供する。新しい交通計画が完成すれば、アトルボロを、他の小さな都市のモデル都市汚染された場所を積極的に、 再利用することが、経済開発を強化することになると言って、このプロジェクトの重要性を強調した。アトルボロは、週刊高速道路95号線、道295号線、アメリカ国道1号線、マサチューセッツ州道1号線大体路、道118号線、道123号線、道152号線の傍らにあり、この3本の州道は、市の中心で交差している。 週刊高速道路95号線は、ロードアイランド州ポータケットからアトルボロでマサチューセッツ州に入ってくる。週刊高速道路295号線の北端は、ノースアトルボロの町境が、週刊高速道路95号線と交わる場所に近い。計画中の週刊高速道路895号線は、アトルボロを通り現在の週刊高速道路95。 と、道295号線の終端近くで交差する。ロードアイランド州から、週刊高速道路295号線を入って、来ると、週刊高速道路95号線の、ハーフインターチェンジの前で、出口がある。市内に、マサチューセッツ湾交通局通勤鉄道線の駅が2つあり、アトルボロ中心街とサウスアトルボロ地区、ロードアイランド州との宗教近くにある。 アトルボロとトーントンはグレーターアトルボロトーントン、地域交通局のバス便を利用できる。漁師を結ぶ路線のほか、周辺とを結ぶ路線もある。アトルボロの宗教地図は、歴史的な人種民族構成を反映している。セント・ジョン、セント・テレサ・オブリトル・フラワー、セント・ビンセント・ド・ポールとカトリック教会が3つあり、それぞれ、イングランドとアイルランド、元フランス、 ポルトガルの地区を代表している。ノースメインストリートのオールセインツ聖公会協会は伝統的なイングランド国教会のものだが、この協会は現在大変多様になっている。2007年、アメリカ聖公会協会のリベラルな政策について分裂し、ヘブロンウィルビレッジにオールセインツアングリカン協会を設立することになった。この協会はウガンダのアングリカン教区に従属している。 ノースメインストリートのセンテナリーユナイテッドメソジスト教会は1865年11月26日にレールロードアベニューの建物で新都集会として始まった。現在の場所で最初の教会建物は1896年、この建物は1883年の火事で消失した。1884年に再建された教会は、 センテナリーメソジストエピスコパル教会と名付けられ、アメリカのメソジスト100周年を祝った。1998年、センテナリーとヘブロンメソジストが一つの教会に統合された。タウンコモンに近い第二回宗派教会は、ニューイングランドの町に典型的なものであり、当時のイーストアトルボロの設立教会である。ノースアトルボロのオールドタウンにあった第一回宗派教会の、 娘教会である。当初は現在の古門にあった集会所であり、1825年に建てられた風格ある白い下見板張りの建物だった。1950年代初期に取り払われ、新しく新都会館と教室を建設した。本館の赤レンガ造りの建物と時計塔は1904年に白い教会の横に建設された。1960年代初期、 祭壇と入り口の内装が劇的に改装され、ビクトリア様式と世紀半ば現代のオープンな感覚とが融合するものになった。この教会の裏にはオールドカークヤード墓地があり、町の初期の家族が埋葬されている。時計塔にある時計は当初氏が所有していたが、現在は教会の所有になっている。ジャックジル学校が60年間以上この教会を運営してきた。 市内の小学校の一つがこの教会の初代牧師、ピーター・サッチャーから名付けられている。市内のプロテスタント系では、バプテスト3教会、アドベント・クリスチャン、フルート・オブ・ザ・スピリット・ミッション教会、アッセンブリーズ・オブ・ゴッド、ベサニー・ビレッジ・フェローシップがある。またマレー・ユニタリアン・ユニバーサリスト教会も、ノース・メイン・ストリートにある。同じく、ノース・メイン・ストリートのエンゲリカル・コブナント教会は、 近年100周年を祝った。以前はスウェーデン教会だったが、現在は多くの民族手段を含んでいる。エホバの承認の王国会館がコモンウェルスアベニューにある。クリスチャンミッショナリー・アライアンス、グッド・ニューズ・バイブル・チャペル、ニュー・コブ・ナイト・クリスチャン・フェローシップ、キャンドルベリー・ミニストリーズのような超教派の教会も多い。教会移植で始まった。 セントジェームズ・アングリ環境界のような民族協会も、いくつかある。2003年後半、サンクロニクルが市内で、ニカワガ州のために死亡した4人の女性に関して、州が調査を始めたと報告した。2005年10月時点で調査結果が公表されず、調査の状態も不明である。環境防衛基金のオンライン汚染者データベースでは、マサチューセッツ州でも、最悪の違反者である。 エンジニアドマテリアルズソリューションインクなどアトルボロの発言に関係するという7つの施設を挙げている。2002年、マサチューセッツ州公衆衛生部がノートンとアトルボロの境にあるシュパック埋め立て地の発言性を評価するよう求められた。その調査は少なくとも2004年まで続いた。非公式の埋め立て物にはウラン燃料棒、重金属、 気発性有機化合物が含まれていた。ありがとうございます。